ちは。こんにちは。さあ、豊さん、ちょっと悲しいんですけれども、ちょっと悲しい。悲しいの。そうですね。中日が自力クライマックスシリーズ進出消滅ということで、上のチームとの勝敗の兼ね合いでまた復活したり消滅したりというのは繰り返すと思うんですけれども、立浪監督もこれだけ借金を抱えているが残りの試合を全力でやる、若い選手もたくさん出ているので何か掴んで成長しないといけないというふうに話されていたそうなんですけれども、リーグ最速で自力での CS 進出の可能性消滅と、最速になってしまいました。そうか、はい、頑張ってる印象はあったけどな、だけど、それだけ上位がね、強いっていうことなのかもわからないけども、戦い方とすれば、ほぼほぼ消化ゲームになってくるという、いうことなんで、だから来季に向かっての光を見せるという、ファンに、そういう戦い方になっていくよね。そうですよね。だから来年の構想に入っている選手たち、そういった選手たちをやっぱこう優先的に使っていくというかね、そういうことの作業にはなっていくよね。例えば今レギュラーで出ている選手たちで、若手を使うので外れる選手ももちろん出てくる、もちろんもちろん、だからピッチャーも含めてそうだよね、いや来年中地はローテーション入ってもらわないと困るっていうんだったら今から投げさせて経験を積ますとか、でキャッチャー木下でいいのかって来年も、とかなってくると、じゃあ誰を主戦とするんだっていう、やっぱそういうことを決めた方がいいよね。ただその主軸となる選手だったりとか外せない選手っていうのももちろん5つの若手の選手とどういうふうに使っていったりとか、優先的に若手を使うべきだよね、経験を積ますという意味では。例えば外野だと今ブライト健太選手使ってますけれども、そういうふうにこう来年に期待できる選手をどんどん使っていくっていうことなんですか。そうだから、この期間を無駄にしないように、本当にブライトでいいのか、っていうこともあるし、だからそれはやっぱもう一度練り合って、いや最後まで復活するかもわからないから、3位っていうのはまだ可能性が残されてるかもわからないよと、いうようなことで、いやもう全力で今現有戦力で一番状態のいいのから出していって頑張らすのか、それとももういやちょっと厳しいなって思うと、やっぱ来季の構想に入って誰を優先的に使うかっていうことを決めて、やっぱしっかりした答えを持って戦った方がいいだろうね。でもそもそもその中日の選手たちって若い選手たちがやっぱり多い中で、例えばどの選手をスタメンとか、豊さんだったらこういう選手を鍛えたいとか見たいとか成長させたらいいっていうのってありますか。やっぱ福永、村松、ここら辺はやっぱこう将来の顔というふうに考えると、重点的には使いたいよね。福永選手はファーストですけれども、いやファースト、彼がファーストなのかっていうと、外国人が来たいとかいろいろするとやっぱポジション追われるでしょ、それだったらどこなのかっていうことだよね。で石川昂弥ファーストでいいのか、サードなのか、いうことも含めて、みんながみんな使えないわけだから、そこにはね無駄も出てくるわけよ、これは仕方ないよ、編成のやり方が下手っていうところでかぶっちゃったってことですね。かぶっちゃったっていうところを考えるとさ、いやそれだったら石川昂弥がサードなのか、周平がサードなのか、将来的にだからそこら辺もしっかり出さないと。今それが、不安定というか、なんかこうね、だから都合よく中田が外れてるから石川昂弥をファーストに使って周平を使ってるけど、編成としたらどういうふうにしたいんだっていう、いやこれをこうしてくれ、ここを絶対取ってくるからとか、そういう話し合いがチームの中でできないと、現場だけではできないんだよ、なかなか。なるほど。現場はやっぱ勝負していかなきゃいけないから、だけど勝負の中にもやっぱ将来的なビジョンを、クライマックスがなくなった今から見据えていかないと間に合わないんだよ、また来年に、そしたら編成の力っていうのが、じゃあオフにこういう選手を絶対取ってくるから、こいつはここを、こいつはここにとか、やっぱそういう話し合いができないと無理だよ。なんだよいや無理なんだよ。だから福永がファーストでいいと思うか、いや思わないですよ。ビシエドみたいな、今調子が悪いから、バリバリのビシエドが、中田が調子がいい、来たらどうすんだ福永。弾かれますよね。弾かれるだろう、じゃあどこ持っていくんだ、
ないですね。そうだろ、そしたらセカンドしかないじゃないか、はい、でセカンドでいいのかって、うん、いうことじゃん。じゃあミキアどうすんだって。そうなんですよな、うん、いやミキアはとりあえず全試合出れないということを考えると福永と併用にしようって、うん、併用でいいのかっていうことなんだよ。あと板だからね、無駄が出てくるんだよ、そうやって。そこは都合よくはいかないって。誰かをだから切らないととか、そう、犠牲になるしかないんだよ、うん、で控えで置いとくしかないんだよ。なりますね。で来年大島を使うのか使わないのか、はい、ね、うん、戦力として考えてんのか、うん、それとももう終わってもらおうと思ってんのか、うん、もうそれだったらファームに行って新しい選手を置くとか、はい、それはねもう厳しいけどしょうがないよ、うん、今中途半端になっちゃってる、ね、だからもう中途半端で終わったらまたスタートも中途半端になるから、うん、だからそこら辺はやっぱチームの緊張感だよ、うん、そうですよね、うん、だからまあ細川がライト、ライト細川でいいのかって、うん、でセンター岡林、はい、岡林でいいのかって、うん、ね、レフトは誰なんだと、はい、カリステでいいのかって、うん、ね、ガリステ内野じゃなくていいんだなって、うんうん、じゃあガリステでいいと、うん、もう外野3枚は決まったじゃん、うん、それに競り合わせるのには誰なんだと、はい、いうことをしっかり決めてやっぱりやった方がいい。これには現場、いやこういう選手が欲しいと思うと、うん、それは編成との会議で決めなきゃいけない、はい、で編成はこの選手を取ってくるからここで必ずやらすからチャンスを開けてくれと、はい、いうようなことで話し合わなきゃダメだよ、うんうん、でキャッチャーじゃあ誰なんだと、主戦は、はい、木下なのか、うん、宇佐美なのか、はい、加藤なのか、それとも新しい選手を取ってくるのか、うん、誰なんだと、はい、いうこともちゃんと決めなきゃダメだよ。そうですね、そういうビジョンがしっかりしたものを出せないと、はい、だからもうねトレードとかでもいいよ、はい、オフ、はい、出血覚悟だとか、うん、そんなね、いやこれはもったいないとか言ってる場合じゃないから、はい、自分とこがね本当に必要な人間だったら取ってくるしかないし、うん、それを出したってもうしょうがないよ。そうですよね、他の球団で活躍されたらってそんなことは知ったことがあって いや本当に、いやうちで活躍できなかったんだから、うん、で他行って活躍されようが何しようが、うん、そんな関係ないよって、うん、その環境に水にあっただけの話だろって、うん、その代わり取った選手はもうね手厚く、ね、はい、働けるようにやるとかさ、うん、やっぱりもうね身を切って骨を断つぐらいの感じで、はい、やっぱそのぐらいの出血はね覚悟しないとダメだよ、はい、特にそれはあの監督コーチだけのことじゃなくて上の問題っていうのも、いやもう監督コーチっていうのはもうそうしたいんだけど上がねやらないともうダメだよ。そうですね、編成とかしっかりしないと、はい、まあ、それと、まあ、ネオがある、ネオがいる、そうです、ネオのブランドっていうのは他球団で欲しいとこがまだあるかもわからないよ、はい、まあ、例えば新庄監督が4年目やるっていうんだったら、うん、新庄監督頼むと、うん、これをお前のところでスターにさせてやってくれんかって愛情があるんだったらね、うん、はい、その代わりこの選手くれないかみたいな、うん、交渉はできると思うんだよ、はい、だからねそんなね球団の恥だと、うん、出すのは出すのはね、はい、いや育てられなかったって、うん、ね、もうそんなこと言ってる場合じゃないから。そうですね、体裁がどうのこうのじゃないですよね、体裁じゃないから、うん、やっぱねファンは待ってるよ勝つの、うんうん、ね、でネオが他で活躍したってファンは見ててくれるよ。そうですよね、いいじゃんそのぐらいせこいこと言ってんじゃないよ本当に。そうですよね、いやと思うよ、うん、だってね、出した郡司選手だってマルティネス選手だって新天地で頑張って、そうそうそう、うん、ただ中日でね同じような条件でやらせたら、うん、中日でも打てたかっていうことでもないんだよ、はい、やっぱそこにはそういう環境があったりとかタイミングがあったりだとかすることなんだよ、うん、だから中日が悪いんじゃないんだよ、はい、ね、逆に郡司とかマルティネスとか出してあげたことに対して中日に対してこう感謝してるよ。そうですよね、だけど日本ハムから来た斎藤、はい、左のあれだって活躍してるじゃん。そうですよね、うん、だから打つから目立つだけで、はい、でも斎藤だってしっかりさ投球してくれてるし、うん、それもそのトレードが成功だと思うよ。そうですよね、うん、だからなんだね恥じることもないし、うん、いやだからトレードなんてそういうもんなんだから、はい、ね、
だから自分のところで必要な人間だったら、うん、もう10人出しても1人取ってくるぐらいのつもりじゃないと、うん、成立しないよ。強いチームはできない。そうですよね、うん、もう出血覚悟で。確かに。どうしてもその中日、今でも球場もね、ファンで埋め尽くされてるっていうのはよく聞くので、弱くてもそのなんて言うんでしょう、埋め尽くされてしまっていることであんまり何か動かないとか、そういうことってあるんですかね。常に満員御礼でとか、危機感っていう、なんか、まあ、危機感は持ってると思うけどな。現場が一番持ってるよね、危機感。本来そうですよね。それに対して上がどういうふうにかって、いやでも例えばね、まあ、立浪監督ってすごい方ですし、立浪監督でこんだけ人が集まって常に満員御礼であれば成功じゃないのというふうに思ってる節っていうのはちょっとはあるんですかね。まあそれはね、うん、満員になったら安心感あるよ。そうそう、そうなんですよ。そりゃそうだよ、うん、まあでもやっぱ勝たないとね、いろいろ言われるし、うん、ね、立浪監督の采配がどうのこうのっていう記事も、そうです、記事っていうかそういうの見るけども、采配、うん、しないでもいいような選手揃えてこいって。じゃあ上が上、いやいや本当よ、うん、いやそのぐらいのいうことを用意しろよって、うん、だって自分たちのチームだよ。それがいろんな角度からいろんなことを言われるんだよ、うん、その口を封じるには勝つしかないんだよ、勝負事って。はい、そしたら何をしなきゃいけないかって言ったら、うん、そういうことじゃない。そうですよね、強いチーム作るっていう、うん、そうでしょ、うん、だから現場にも責任があるかもわからない、うん、でもこれはフロント、うん、特に編成というところ、うん、スカウトというところ、うん、これも責任が重大だよ、うんうん、そうですね、うん、だからその責任の共有をしないと、うん、はい、なすりつけでは困るということだ、うん、これは 1,2 年遡ったってね、これはそういうことではない。もう10年先まで遡らないと、そうですね、無理な話、うん、そっからの責任がずっと現場にかぶさっているっていうことだよ、はい、と思うよ。そういった、まあ、もし体質があるのであれば変えていかないといけない。絶対変えるべきだよ。変えないと一生優勝できないよ、今の位置のままってことになってしまう。そうそうそう、誰の一生か分かんないけどな。もう死にそうなやつの一生かも分かんないけど、もう赤ちゃんの一生かもしれないし、もう来年は優勝したぞみたいな。いやそれはね、もう一生、誰の一生か分からないけども、はい、まあだけどちょっと長い間優勝できないと思う。ですよね、うん、あとちょっと話戻っちゃうんですけど、中田選手は今シーズンもう一回一軍上げてファーストやらすべきですか、それともどうなんですか。もう、まあ、それはもう考え方一つだな、現場の、うん、うん、で編成との話し合いで。そうか、うん、もう甲斐選手にチャンスを与えるっていうんであれば、そこはでもここまで戦ってきて、うん、あの成績だと中田いるか、うん、いやそこは何とも言えない、言えないよな。だから何とも言えないっていう選手じゃ困るんだよ、はい、絶対いるっていう選手じゃないと、うんうん、だからこれはやっぱな、まあ、中田の何が悪かったのかっていうのをみんなで会議をして、うん、中田交えて、うんうん、ね、こうやったらもっと良くなるんじゃないかっていうことをやっぱ話し合ってやってみるとか、はい、まあ、そういう作業は必要だろうね、うん、そうですよね、うん、だからそれだったら将来的にある石川を使った方がいいとか、はい、そうなってくるよね。なってきますよね、うん、あとピッチャーに関しては湯田さん特に何か来季に据えてってことはない感じですか、それとももっとこういう若手をとかこういう改革した方がいいんじゃないかとか。いや改革はした方がいいだろうな、うん、それは来年また松山が勝つのが、はい、持つかって言ったら、まあ、分からないもん、あんなに投げて。うーん、そうですね、ちょっとね、遠く清水とかもそうです、はい、で、松木イラのローテーションを変えなきゃダメだよ、はい、あ、変えなきゃダメ、はい、そりゃそうだよ、東とお前今日も投げ合うんだぞ、ね、なんで、2回ですこれ。そうだろ、はい、お前ね、ちょっと考えろって。これはなんでこういうことしちゃうんですか。いやいや、それはね、他の人の、うん、あれもあるよ、うん、あるけど、いや松木平を本当に一人前に大きく育てたいんだったら、うん、やっぱ勝ち星をつけることを優先しないと。じゃあどこで誰と投げさせたらその要素はあるんだっていうことを考えると、はい、東だと 80% ないよ。そうですよね。いやそうですよねって、東が安定してるから、はい、いややっぱね、松木平をやっぱスターにして一人の軸として育てたいんだったら勝たさなきゃダメだって。そしたらローテーションを少し考えなきゃダメだって。これはそういうところまで至ってないんですかね、考えが。いや分からないよ。
確かに、湯田さんが言われて、確かにそうだなっていうのは思いました。エース級と全部投げ合ってるんだから、それはちょっと自信にはなかなかないんじゃない、白星をつけさせるってことで、いや白星が一番自信になるんだって。そうですよね、うん、これそれと松木エラのね、あのひたむきさと、うん、あの粘り強さ、うん、あのハングリー精神、はい、考えたら中日の力にこれから絶対なるから、はい、うん、で育った時には東と投げさせても、うん、ね、ああこれ五分五分だな、面白い試合になるなっていうことになるよ、はい、ただやっぱ松木以来っていうのはガッて欲しいし、うん、ね、個人的にも、ね、背景見えてるから、はい、ね、応援もしたいし、でもこれが投げる時に 80% これは苦しいなっていう投げ合いは、うん、俺は避けた方がいいと思う。今はそうですよね、だって投げさす意味がないじゃない。それよりも今からでも 5,6 勝させてあげた方が来季の力になるってなりますよね。だからもうそこら辺もね、やっぱちょっと考えないと、あのそういうのを聞くと、この残り試合30試合、ね、ぐらいかもしれないんですけど、やることとか考えをまた直すことってたくさん山積みですね。まあそうだな、うん、だからまあ今日なんかは本当だったらブルペンデーにしたっていいんだよ、うんうん、まあ、東なんかどうなるかわからんし、はい、もうとにかくピッチャーゴロゴロ変えていけみたいな、うん、ほんで次の日松木イラ、はい、そしたらローテーションが狂ってくるじゃない、はい、そしたらちょっと、まあ、楽な投げ合って楽なピッチャーってはいないけど、うん、東と投げさせたんだって2回いるじゃないこの前誰がサイスニード、この前はね、なんでとか各ピッチャーのエースと当たってんじゃんみたいな。なんかどういう方針なんですかね、中日さんは。いや、まあたまたまそうなってるのかもわからないけど、まあ、そこら辺は俺はなんかこうちょっと、まあ、ずらされるピッチャーも嫌だけどもさ、はい、ね、え、松木浦飛ばして俺みたいな、東とみたいなのも嫌だ。だからそれだったらブルペンデーにすりゃいいじゃん。一回そうですよね、うん、にしたって俺はいいと思うんだよ。そうですよね、うん、だってもう今ね、なかなか自力でのCS進出が消滅しちゃって、そうそう、ただやっぱこうね、自信をつけさすとか、はい、実績をつけさす意味でも、うん、俺はそうしてほしいなっていうのは思う。確かに、なんか本当に今の話を聞いてると、一番中日がやることも多いのかな、来季に向けて変えなきゃいけないことも多いのかなっていうのも思いましたし、そうなると、あの消化ゲームではなく無駄な試合は1試合もないんだなっていうのが、いや、ないない、思いました。あと松木浦だって自信をつけ出して 5,6 勝させて、そうですね、ね、うん、そしたら来季のローテーションピッチャーに育ってくれるかもわからないですよね、うん、まあ、くれると思うんだよ俺はね、うんうん、だからそれだけの、そのものがあるし、はい、精神的にも強いものがあるから、うん、いや、だからそういうふうに育ててくれないかなとは思うけどね。ですよね、まあ、より東に勝ったとしたら自信にはなるけどね、もちろんなるけど、そうですね、でもあるんですよ。だけど東をじゃあ中日打線が打てるかっていうとさ、そう、援護できるかってことですよね。そう、うん、いや、本当に他のピッチャーだったら援護しても、うん、東がちょっときついだろみたいな、それはありますよね、うん、まあ、それでも勝ったら自信にはなるけどね、うん、まあ、あのどういう選手にどういうふうにこう戦わせたりとか経験積ませたりっていうのを非常に大事になってくる残りの試合だと思うので、一試合一試合どういうふうな試合をどういうふうな選手たちに見せてくれるのかっていうのをちょっと来年の希望というか、まあ、楽しみにしたいな、うん、そこにちょっとあの楽しみを見出していきたいと思います。そうそう。